工業を中心として自由な雰囲気に満ちた工業文化園区は、府上で初めて文化園区というコンセプトを唱えた先駆け的存在。老害や戸籍の空間的結合をアピールして、ユニークでかつ味わいのある戸籍の姿を見せていると同時に、それぞれの厳かな御神器に触れるのも台南人の文化精神の表れでもある。工廟は台南文化の源をたどるのに最適で、歴史の跡地も多いところ。台南工廟は明永暦19年建造、台湾最初の孔子を祀る廟。工廟に入るとき、普通は東大聖坊から入る。東大聖坊の外に新大からの額、全体主学が掲げられている。右廟に大聖門がある。大聖門の左に名漢詩、合憲詩、左に孔子詩、摂光詩がある。新大親孝行を守った地元の人を称揚するため、それを地方官が奏し、朝廷に認められてからここで祀られるようになっている。大聖殿は孔廟の本殿で、真ん中の基礎部に建造され、殿前のステージは祭祀の勝負が行われるところ。大聖殿に入ると合格祈願の受験票がたくさん置かれている。台南工廟では台湾で最も完全なる職学を有し、新大皇帝8名と台湾総統5名からの直学が全部揃っているのも特色。大聖殿左右の東、西部には孔子の弟子や儒学者が祀られ、大器庫と楽器庫は祭祀用の楽器や用具が陳列されている。左側の明林堂に入る門を入徳の門という。入徳の門は明林堂に入る三尖門で、両側に聖域、玄関がある。明林堂は新大学府の教室で、明林の名前は学校は人倫を明らかにするところにちなんで付けられたという。受験生が必ず参拝する文章閣は約3階建ての建物で、各層がユニークに作られている。老中が鬱蒼と茂るここをゆっくり歩きながら、府上の魅力を感じ取られる。ここは暮らし博物館のような場所。月日の流れるのに従い、古い町と現代的な建物を新しい姿へ、当時の様子を再現している。府中街に位置する工廟の入り口だった万貫石坊、200メートルもない府中街だが、レトロな雰囲気があふれている。府中街沿いやその両側にいくつかの古い道路がある。古い町は修繕後、伝統と現代が融合した姿を見せている。府中街沿いの特色あるコーヒーショップ、麺屋、おでん、灯火の店、喫茶店、ブティックショップ、洋服店など、そして
堤後の並木もきれいに並んでいる。賑やかな都市にいながら、ここに入るとのんびりとした暮らしも体験できる。日本統治時代、大日本武道会が武道を広げるために建造した公武所の武徳殿。台南武徳殿は台湾の日本統治時代から現存する同じ類型の武徳殿で一番代表的な建築物。入間屋造りに両側の破風板が設置、十字架をなした屋根で全体として立派な建物だが、現在は外建物の内部が学校のホールとして利用されている。子どもたちのイベント場所、剣道の練習場として利用されるホールになってからも古めかしき風情がある。当時の面影を忍ばせてくれる台湾の有名な民族的英雄、帝政公。春秋2回の漢詩が行われる延平軍王詩は、多くの観光客が台南へ来たら必ず訪ねるスポットの一つ。建物や境内もきれいに整えられているから人々に好かれているところ。市内で陳列される関連の歴史の紹介などがあり、教育上の意味もある。案内係の説明を聞きながら、帝氏の活躍ぶりが目に浮かび、台湾開発の始祖として大きく貢献した立派な生涯と事績を理解することができる。東西部に武将の位牌や装備などを陳列している。もう一つ特筆すべきは、庭の2本の梅の木はすでに300年以上経つものだという。旧名五鬼病、300年以上前に建立された五鬼病は五病一体の建築物。敷地は広くないが、ガジュマル、バニラの木や仙丹などが植えられている。夏や秋になると花が咲き、落花でもゴキビオの優しい雰囲気を出している。ゴキビオは台南市で唯一墓として一級古跡に指定されたところ。この墓は難民、寧静王、手術系のお妃たちが5名埋葬された場所という。都市の発展とともに、ここはすでに旧城街のお墓ではなく、周辺の住宅と一体化した憩いや散策の良い緑地公園となり、美しい風景が四季折々に楽しめるところ。